さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、バイオスターの B760 マザーボードのご紹介になります。このマザーボード、一体どうしたの？こちらは1月3日に新発売となった新しいマザーボードなんですが、今回はバイオスターさんから案件でいただきました。ということで今回新発売となったマザーボードを見ていこうかと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずバイオスターというメーカーについて少し見ていこうかと思います。マザーボードの4大メーカーといえば、エースース、アスロック、MSI、ギガバイトの4大メーカーが上がるかと思いますが、このバイオスターというメーカーは老舗メーカーとして、昔から多くの商品を出しております。バイオスターはもともと低価格が魅力で、コストパフォーマンスがいいマザーボードを出しており、今回新しい B760 チップセットのマザーボードも2種類出しております。では今回使用するマザーボードも見ていきましょう。シュララ。今回使用するマザーボードはこちらになります。バイオスターの B760A シルバーになります。こちらは1月3日に発売となった新商品で、価格が3800円になります。同じバイオスターのマイクロ ATX だと28800円で買えるマザーボードとなります。では開封をして、中身を見ていきましょう。オープン。まず開けるとマザーボード本体が出てきます。その下に付属品が入っているので、そちらから見ていきましょう。まずは SATA ケーブルが4本入ってました。こちらの SATA ケーブルは全て IG タイプとなっています。最近あまり SATA ケーブルを使わないのですが、一つ類似があると便利かなとも思いました。続いては IO パネルですね。最近は一体型のものも増えたのでケースに入れる際に忘れないようにしないとですね。あとケースに入れる際は必ずこちらの爪を折ってから入れるようにしましょう。それを忘れるとかなり面倒くさいことになります。そして最後がユーザーマニュアルになります。中にドライバー CD も入ってました。今 DVD ドライブをつけてる方も少なくなってるので、できたら USB とかにしてくれるとありがたいですね。ユーザーマニュアルの方は多言語対応となっておりました。軽くパラパラと見たんですが、日本語表示を見つけるのがちょっと難しかったです。では続いて本体も見ていきましょう。シルバーを基調としたかなりシンプルな見た目ですね。こちらはインテル13世代向けに作られたマザーボードではありますが、12世代 CPU でも問題なく使用可能です。では細かい部分も見ていきましょう。まずはソケット部分です。こちらは LGA1700 のものとなりますので、先ほども言ったようにインテル12、13世代のみ対応となります。続いては電源周り。電源周りは17フェーズで 70A のドクターモスで構成されています。続いてメモリスロット。こちらは DDR5 メモリ対応のマザーボードで、速度は DDR5-6000 まで、容量は 128GB まで対応となります。M.2 スロットは全部で3つあり、一番上はヒートシンク付属となっています。こちらは PCIe4.0 までの対応となります。SATA は付属ケーブル同様4つ付いています。M.2 と合わせると7つもストレージを付けられるので、ストレージに関しては余裕ですね。続いて PCIe スロットも見ていきましょう。PCIe5.0×16 が1つ、PCIe4.0×16×4 が1つ、PCIe3.0×1 が2つとなっています。こちらの PCIe5.0 に関しては、来年以降のグラボに期待ですかね。最後にインターフェースです。こちらはかなりシンプルな作りとなっています。USB3.2Gen2 の USB-C が1つに、USB3.2Gen2 が5つ、USB2.0 が2つとなっています。見た目はシンプルですが、USB の数はかなりしっかりあるなと思いました。ただ1つ注意があります。こちらの Wi-Fi コネクタなんですが、アンテナが付属していません。なので Wi-Fi を使いたい場合は Wi-Fi アンテナと M.2E キー Wi-Fi カードを別途用意してください。ではここでちょっと宣伝を。なんとこちらの B760A シルバーは購入日より1ヶ月以内にバイオスターが運営するメンバー限定のウェブサイト、バイオスタービップケアにて製品登録を行うと、なんと、保証期間を1年から4年へと延長することができます。保証が4年に伸びるの？こちらの保証内容については、概要欄から保証ページを見ていただければと思います。またマザーボードのピン折れ保証については、購入日から3ヶ月以内であれば無料修理もしてくれます。ということで週刊シュラララニュースでした。この後も引き続き動画をご覧ください。いや、どんな番組よ。シュラララ。ということでこちらのマザーボードにその他のパーツをセットしていきたいと思います。組み立てシーンはサクッといきます。まずは CPU を取り付けて、ソケットカバーを締めていきます。CPU クーラーを取り付けます。今回は付属のリテールクーラーを使用します。グリスに関しては後ほど CPU を乗せ替えるので、すでに付属グリスは拭き取っており、
グリスは SMZ01R を米粒ほど乗せて行います。メモリも取り付けて。内蔵グラフィックがないので、今回もアーク A770 を取り付けて。はい、こちらが今回の検証機となります。シルバーのヒートシンクが結構白っぽく見えるので、白い系統のパソコンを作りたい方にもいいかもしれませんね。その他のパーツはこちら。ということで早速スイッチオン。無事起動し始めました。約30秒ほどで起動画面が出てきます。BIOS 画面がこちらとなります。かなり見た目がシンプルですね。BIOS 画面でも CPU をしっかり認識しております。BIOS 画面を少しいじってみましたが、少し前の BIOS 画面っぽい感じはしました。で、この後マザーボードの性能検証なんですが、実は前回の Core i3-13100F の動画で、i3 の性能検証はしてしまっているため、Core i5-13400F でも検証をしてみました。こちらは前回別メーカーの Z690 マザーボードで動かしたので2つの結果を並べてみました。今回使用しているクーラーはリテールクーラーでの計測を行いました。グリスは SMZ01R を使用しています。では結果を見てみましょう。わずかに Z690 の方が高いですが、誤差の範囲内だと思います。続いて温度も見てみましょう。こちらは D760A の方が CPU 温度が高い結果となってしまいました。こうなると気になるのはリテールクーラーじゃなかった場合はどういう結果ですよね。ということでいつもの AK400 を使って再測定してみました。結果はこちら。まずはスコアから。先ほどよりもスコア差が減った結果となりました。続いて温度も見てみましょう。先ほどはマルチ10分間で100度に行ってしまいましたが、AK400 に変えたら60度台でクロックもしっかり出てるなという結果でした。クーラー次第で結果が変わるもんなのね。ですね。シュラララ。はい、ということで今回は、バイオスターの新しいマザーボード、D760A シルバーのご紹介でした。あんた的にはどうだった？ D760 チップセットマザーでは、i3 や i5 のエントリーからミドル向け CPU に向いている。が、i5 クラスの場合はリテールクーラーではなく、別のクーラーを使用した方がいい。そんな感じでした。確かにあの結果だとリテールよりも別クーラーで運用した方が良さそうね。D760 マザーボードも良いんですが、インテル12世代用のバイオスターの商品で、D660GTA や、D660GT9 も価格的にもいいかなと思いました。この2つはインテル12世代用マザーボードではありますが、インテル13世代 CPU も使用可能ですし、メモリも DDR4 なので、ちょっと新しいインテルを触りたいって人にはいいかもしれません。ということで本日はここまで。このマザーボードが気になった方はぜひ概要欄から見ていただければと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。